渡したけど、ごめんね、急に LINE なんかしちゃって。今話す時間あるかな？え？エリー？ちょっと待って、なんで？どうして俺の LINE 知ってるんだよ。やっぱり嫌だったよね、ごめんね。でも私どうしても直樹に話したいことがあってさ、迷惑かなって思ったりもしたんだけど、思い切って LINE しちゃった。そんなことは聞いてないんだよ。俺が聞いてるのは、なんで俺の LINE を知ってるのかってこと。まずはこっちの質問に答えてくれるかな。あー、そうだよね、ごめんね。私ってば久しぶりに直樹とお話できたことが嬉しくってついつい舞い上がっちゃった。実はね、誰かに直樹の LINE を聞いたわけじゃないの。どういうこと？俺は離婚した時にエリの LINE をブロックしたはずだし、エリが俺に LINE してこれるはずがないんだけど。私スマホの契約を変えたんだけど、その時に電話番号が変わったの。それで LINE のアカウント自体も新しくなって、直樹にブロックされてた前のアカウントじゃなくなったってわけ。 LINE の友達追加のだけに連絡先と同期したから、直樹の LINE も出てきたんだ。前から LINE しようってずっと思ってたんだけど、なかなか勇気が出なくてさ。なるほど、まさかそんなきっかけで LINE がつながるなんてな。申し訳ないけど、またブロックさせてもらうから。え、ちょっと待って、私せっかく勇気出して久しぶりに LINE したんだよ。それなのにもうおしまいなの？当たり前だろ、俺たちはもう6年前に離婚してて、今は何の関係もないんだから、俺からしても関わる理由はないしな。そんなこと言わないでよ。確かに私たちは離婚してるかもしれないけど、前まで夫婦だったんだよ。あんなにお互い愛し合ってたのに、直樹もう忘れちゃったの？よく言うよ、誰のせいでこうなった、誰のせいで離婚する羽目になったと思ってるんだ。お前がそんなこと言える立場じゃないだろ。それはそうかもしれないけど、でも私だって辛かったの。直樹のことを忘れた日なんて一度もない。今でも直樹のことを思ってるの。何言ってんだよ。結婚して3年目にして、どっかの知らない男と浮気して、浮気だけでなくその男の子供まで作って、妊娠したって聞いた時、俺も両親も大喜びだったのに、その子供が浮気相手との子供だって発覚した時の気持ちわかるか？あの時は本当にごめん、もう私も本当に申し訳ないことをしたなって思ってるの。でももう6年前のことだしさ、今は離婚して落ち着いたんだし、普通に仲良くしようよ。あ？普通に仲良くなんてできるわけないだろ、散々裏切られたっていうのに今更どうやって仲良くしろって言うんだよ。だからごめんって、さっきから何度も謝ってるじゃん。昔からケチだよね。こっちは申し訳ないと思って謝ってるのにさ。なんでそっちがそんな偉そうなわけ？普通の喧嘩なら謝ってくれたら許せるけど、浮気や浮気相手との妊娠なんて、分かったもういいよって許せるわけないだろ。でももういいじゃん、あの時だって結局慰謝料払ったし、素直に離婚したんだからさ。これ以上私に何を要求するわけ？ああ、ほんと変わってないんだな。離婚して慰謝料まで払った身なんだから、少しは反省して心を入れ替えたかなって思ったけど、本当に昔のまんまだもんな。だったら何？せっかくこっちが下手に出てあげてんのに、ずっと偉そうな態度ばっかりとってさ、何様のつもりなの？何様とかじゃないだろ、そっちは浮気して違う男との子供作った側で、俺は浮気された側なんだけど、どう考えたってそっちが下手に出るのは当然のことだよな。はいはい、そうですね。そんなことよりお金払ってくんない？今日はその話がしたくて LINE したの。後で口座番号送るから、そこに300万振り込んでおいてね。あ、いきなり何言い出すのかと思ったら、今度は金貸してくれって。ほんと呆れるな。何言ってんの、誰も貸してくれなんて言ってないけど。こっちはお金を振り込んでくれって言ってるだけ、貸してなんて一言も頼んでないから。いや、そっちこそ何言ってんの、貸すわけじゃないってことはくれってこと？まあ仮に貸してくれって言われても貸さないけどさ。だから貸してなんて言ってないじゃん。私の口座に300万円さっさと振り込んだよね。これは慰謝料と6年分の養育費だから、ちゃんと支払ってよね。いやいや、言ってる意味が全くわからないんだけど、なんで俺がお前に対して慰謝料なんか払わなくちゃいけないわけ？それに養育費って誰の養育費だよ。俺とお前の間に子供なんていなかっただろ。私があなたに払った慰謝料300万、あの時は穏便に済ませたかったから親に借りて払ったけど、よくよく考えてみたらおかしいと思わない？なんで直樹が原因で離婚したのに
私だけが慰謝料を払わなくちゃいけないわけ？何言ってんだ。離婚の原因が俺？なんでそうなるんだよ。離婚の原因はどう考えたってお前の浮気だろ。一回だけじゃなく何回も半年にわたって、その上浮気相手との子供を妊娠したんだぞ。誰がどう見たって 100% お前が悪いだろ。そこだけ見たらね。でもそもそも私が浮気した理由わかってる？全部直樹のせいなんだからね。浮気が俺のせい？そんなこと離婚の話し合いの時一言も言ってなかっただろ。今更何なんだよ。あの時はただ言えなかっただけ。あの頃は直樹が毎日毎日仕事で家にいなくて、私はずっと一人で寂しかったんだから。そのせいで結局浮気する羽目になっちゃったんだよ。全部直樹のせいなんだから。変な言いがかりやめろよ。俺が毎日仕事で家にいなくなって寂しかった？どうして俺が毎日仕事漬けだったか分かってる？お前が結婚して1年目に勝手に仕事辞めてきたから、俺がその分働かなくちゃいけなかったんだろ。だから残業も増えたし、家にいる時間も減った。それなのに浮気したのは俺のせい？ふざけるのもいい加減にしろよ。何？私が仕事辞めたのが悪いわけ？そもそも外で働いて嫁を養うのが旦那の務めでしょ。自分の仕事が多くなったからって私の責任にしないでくれる？外で働いて嫁を養うのが旦那の務めだったら、家で家事をして家庭を守るのが嫁の務めだろ。家のことを全くしないで毎日遊び歩いてたくせに、よくそんな偉そうなことばっかり言えるよな。うるさい。そうやって全部私のせいにして、残業しなくちゃ十分に稼げないくらいの低収入なのが原因でしょ。あんたがまともに稼げないから私も他の人に心変わりしたのよ。おっそ。だからもういいだろ。心変わりしてそいつとの子供作って、俺とも離婚してそっちと再婚したんだから。いいの？そんなこと言って、もし慰謝料と養育費支払わないって言うんだったら、私今回の件を裁判沙汰にするわよ。それでもいいわけ？あ、裁判沙汰？なんでお前が裁判を起こす側なんだよ。なんで？私が慰謝料とか請求してるのに直樹が払わないんだから、私が裁判を起こすに決まってるじゃない。そういうことじゃなくて、なんで裁判を起こせると思ってんのって話よ。お前が原因で6年前離婚して慰謝料だって払ったんだぞ。それなのに今更何なんだよ。どう考えたっておかしいだろ。だから何回も言わせないで。私は悪くない。全部あんたのせいで浮気に発展したんだから。子供だってあんたがいなければできなかった。今だって仕方なく育ててるんだから、ちゃんと養育費も払ってよね。ねえ、ちょっと聞いてるの？見てるんでしょ？返事しなさいよ。なるほどな。なんかおかしいと思ったらそういうことだったのか。は？急に何言ってんの？私の話無視しないでくれる？お前、再婚した今の旦那に離婚要求されてるんだってな。え？ちょっと待って、なんで、なんでそのことを直樹が知ってんの？私、そのこと一言も言ってないのに。なんかおかしいなーって思ったから、お前の旦那のゆうとさんに今電話したよ。お前との離婚沙汰になる時に電話番号だけ交換してたんだ。あ、何それ、私そんな話聞いてないんだけど。別にお前に言う必要はないからな。電話でゆうとさんに詳しく話を聞いたけど、お前また家のこと何もしてないんだってな。子供のこともほったらかし、家の家事も一切しないで昼間から遊び歩く毎日、その上働かず全部旦那の金で、本当に学ばないなお前って。だったら何？私だってまだ34なんだよ。まだまだ女として遊びたい年頃なの。私のことが好きなんだったら私のために稼いできて当たり前でしょ。どうやったらそんな思考になるんだよ。本当にお前の手のっぷりには呆れた。ゆうとさんがかわいそうだわ。何よ、ゆうとだって私のことが好きなんだから一緒にいてあげるだけいいでしょ。本当に最低だな。そもそも浮気が発覚した時、お前ゆうとさんのことを騙してたんだよな。ゆうとさんはお前が既婚者だってこと知らなかった。だから俺にも何度も謝罪してくれた。でも子供ができてしまって、お前のことも一緒に幸せにしたいからって責任取って結婚してくれたっていうのに。はいはい、そうですね。だからゆうとに感謝しろって言いたいの？
私を別に頼んでなんかないし、向こうが勝手に責任取っただけでしょ。そう思うんだったら離婚したらいいだろ。でもそれを渋ってるのは、今離婚したらお金に困るから。ま、仕事もしてないんだから仕方ないよな。だから俺に慰謝料とか言って要求してきたんだろ。そうよ。だったら何？ゆうとさんがかわいそうだな、本当に。離婚を選んで正解だと思うよ。あ、そうだ。だったら直樹、またより戻そうよ。なんか離婚ほぼ確定してる状態だし、子供の親権はゆうとに行くことになってるし、そうすれば私も、直樹もゆうともみんな幸せになれるじゃん。ゆうとさんはお前と離婚できて幸せかもしれないけど、俺にとってはただの地獄でしかないから。それに俺もう再婚してるからな。え、直樹が再婚？いつの間に？2年前。今は可愛い娘もいて毎日幸せなんだ。だからお前とよりを戻すなんて断じてない。再婚してなくてもお断りだけどな。なんなのよ、さっきから余裕ぶって偉そうに。もういい、あんたになんて二度と連絡しないから。ああ、そうしてくれ。俺もブロックさせてもらう。ああ、ちなみにだけど、お前が今現在浮気してること、ゆうとさん知ってるからな。あ、嘘でしょ、なんで。だから、お前が拒んでも離婚は確定だし、慰謝料と養育費、お前が請求される側だったな。女性で頑張ってください。そのまま、エギの LINE をブロックし、関係を一切遮断。後日、ゆうとさんに話を聞いたところ、エリの浮気の証拠はすでに集まっていたので、離婚はすぐに成立。それに加えて、慰謝料も要求でき、親権も持つことができたんだとか。エリは行き場がなくなり、実家からも感動されて、今ではほぼホームレスのような状態だそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。